はい、まあストーリーの方見ていきます。翌日うん、確かにいつも来とる商店街やな。ええな。秘密の場所、ふん、まあそういうのもええやんけ。なんや、そやな、楽しみなもんは楽しみやからな。確かにわからんでもないわ。そうですね。うん、なんか確かに。みんなそうなんかな。ふーん、確かに何があるんやろな。おう、うん、確かに。おう、確かに見なじみがないよね。そうやな。確かにガラッと変わったね、雰囲気が。おい、どないしたん。これはこりゃええわ。路地裏って感じのアートってどないなアートなんか分からへんけど。へえ。確かに実物の方がね、よほどええ。なんか遠野さんのファッションのやつ見てみたいんだけど。そやな。うん、いつかなんかプロデュースしてほしいな、遠野さん。うん、ええ、せやな。よろしいですね。そうね、やったらあかんで。ああ。確かに結構ありそうやな。ん？どないしたん？仁王さん？何してはるん？なあ、どないしたん。え、多分イリュージョンしたんでしょ。いや、いや、じゃあ誰かにイリュージョンしてる可能性もあるって。うん、うん、うん。まあ、はたから見たらそう思うわな。まあ、可能性もあるけど。ああ。ああ、多分それかもしれへんな。お？いるということは。つまり。うん、その可能性もあるね。もしくはイリュージョンしてるから。もしや。さあ、どうなんやろな。うん、うん、確かになんか想像もできひんけど。そうですね。なんか言われてみればそないな感じするわ。隠し事してるとしたらどのようなか隠し事やろな。せや。うん。うん、確かにさすがにそれはってなるわな。待て。ほんなら。いや、どうしてもやりたいんか。どうやろ。だが、しかし、そうやな。
どうも。まあ、せやけど、うん、まあ、よっしゃ。でもいきなし脅かすのはやめてね。まったく。はい、ということで今回はこれにて以上にいたします。はい、まあそうだね。多分、わけ浮かしではみんな、みんなあるかな。まあ、一応、このテニラビのイベントのスチールが終わり次第、ちょうどワムスメの方もイベントやってるんで、そっちを見ていこうと思います。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。